あの、あなたが噂の各国を渡って旅している金髪の旅人さんでしょうか何だオイラたちに何か用があるのかよかったどこを探せばいいか悩んでいたところだったんですちょうどあなた宛の手紙が私の手元にありましてある外国人から預かったものなのですがその人にこちらの郵便システムをうまいこと利用されてしまったんです 手紙を必ず届けるという確約を得たのちめて曖昧な届け先を記入されてしまいましてオイラたちに手紙を届けるのって結構難しいんだよな何しろオイラたちずーっとあっちこっち駆け回ってるし手紙を受け取るにはむしろオイラたちの方から郵便受けに行って探すしかないかもなそれでそいつが書いた届け先って どこなんだえっととあるしゃべる白い髪の小さな精霊の隣ですえっオのことか、はあそうなんですしかももし手紙を届けられなければ規則に従ってこちらが賠償しなければなりません本当にあの人にはしてやられましたしかし どうやら運は私の味方をしてくれたようですねこうやってあなたたちに偶然にも出会えましたからええどうぞオイラにも見せてくれ一体誰からの手紙なんだガイアからだあいつもスメールに来てるんだな 悪のはの働く外国人ってきっとあいつのことだろうなって思ってたぞ手紙の内容から見るにあいつはこの手紙が無事に届くことにあまり期待してなかったみたいだなまあむしろもしこの手紙が本当に届いたらそれこそ運命の定めってことになってオイラたちの方からあいつのところに行かなきゃならないんじゃないか、まあ 何にしよ昔の友達に会うのは嬉しいことだもんな手紙によるとあいつは毎日午後になるとジャファータバーンに行ってるみたいだオイラたちも午後になったら時間を見つけてあいつを探しに行こうぜこの時間ならガイアはジャファータバーンにいるはずださっ マスター俺が飲んだことないものをもう一杯頼むえっとお客さんうちのお酒はもうとっくにすべて飲まれていますのでそうだったかよしなら今日はこの辺でおしまいにしようちょうど俺もこれから用事があるしな のことをからかってるんじゃないかってひやひやしたぜおっとパイモンに旅人じゃないかどうやら俺はまだ神に見放されていなかったようだなお前たちに会いたくてしょうがなかったんだぜお前出張中なんだろ毎日午後は酒場で暇をつぶしてるみたいだけどかえって神団長に怒られてもいいのかよ <laughs> 俺はジンをひどく恐れているんだぜそんな俺にあいつを不機嫌にさせる真似をする度胸があると思うか実はな俺が今回スメールに来たのはここの酒造業を視察しに来たからなんだジャファータバーンにいつもいるのも真面目に仕事してるからなんだぜスメールが香料で有名なのはよく知られているだろう ここで香辛料入りのカクテルが発明されたっていう噂が以前流れたんだがそいつがかなり評判いいらしくてなそこで騎士団は酒に最も造形の深い俺を派遣したそれが噂ほどの一品かどうかを確かめるためになそれで結果は結果は 校の何人かの高了商人とすでに契約を進めているところだおお悪くないビジネスチャンスみたいだな暁ワイナリーもディルックの旦那もこれを機に大儲けできるんじゃないかそうだなまあこの商売を暁ワイナリーに任せるかどうかは最終的に俺の気分次第だがな <laughs> うんいきなりそんな質問をしてどうした <noise> ほうなかなか鋭いじゃないかなじみがあるというほどじゃないなただ俺が子どもの頃に一度だけこっそり来たことがあるんだうんおっそれで これ以上しゃべる必要があったかお前たちと昔話をするつもりではあったがこれはあくまで俺自身の昔だからな分かったよお前たちが聞きたいなら仕方ないこれは俺が暁ワイナリーに引き取られて間もないまだ幼い頃のことだある日俺は父さんのしていた商談から キャラバンをスメールに派遣する話を聞いた知っての通り自分の血の中にある故郷のことに興味を持たないやつなんていないそして俺の故郷カーン・ルイヤはスメールの近くの地下深くにあったとされているだから当時の俺はこっそりと貨物に忍び込みキャラバンと一緒にスメールまで行ったんだが ワイナリーから俺がいなくなったっていう連絡がすぐにキャラバンに届いてなキャラバンの責任者が俺を見つけた後父さんの手でじ々に連れ戻されたよすまん大した昔話じゃなかったな <laughs> 実を言うとそれほど多くはないんだカーンルイヤがスメールの近くにあったっていう情報も 幼い頃に自分で資料から調べたもんだからなただ年を重ねるにつれて俺の生活も次第にカーン・ルイヤと関係のないものになっていった少しずつだがカーン・ルイヤのことはそこまで気にならなくなったんだ昔の俺は実の父親から何らかの責任を受け継いだんじゃないかっていつもそう思っていた だが後になってよくよく考えてみたんだ父が俺をモンドみたいな自由で平和な城に置いていったのはただまっとうに生きてほしかっただけなのかもしれないってな一部の物事から俺を遠ざけたんだよもちろん楽しく生きられたならなおさらだと言ってもこれは全部俺の勝手な想像だけどな とにかくお前に有用な情報は提供できそうにない今俺が持っているカーン・ルイヤと関係があるものといったらおそらくアルベリヒという名字だけだろうマスターデス・イン・ディス・アフタヌーンを頼む貴様はアルベリヒの意味をちゃんと理解しているのか 近くで盗み聞きするだけじゃなくやっと俺たちの話に参加していただける気になったようだすでにモンドで面識があったよなダインスレイブ出会っているか俺のことを知っているのなら窮地と言っていいだろうガイア・アルベリヒアビス教団創立者の末裔よ <laughs> 貴様は今までこのことを知らなかったのだろうな。でなければ、ああも堂々とその名字を口にはしなかったはずだ。まったく、この名字にそんな面倒事が隠されていたとはな。だが、これで俺の推測は裏付けられた。父が俺をモンドに残した原因はこれか。こうもあっさり受け入れるとはな。しかも何の疑いもなく。 ああちょうど俺の頭の中にあるいくつかの疑問を解決してくれたからかもしれないなそれに俺はお前のその瞳が何なのかを知っているお前は最も純粋な血を持つカーン・ルイヤ人だろよく頭の回るやつだ率直に言わせてもらうが貴様が先ほどこいつに言った言葉 それを裏切るなよ貴様がその本心を保ち続けることを願っているぞガイア、お前、まさかアビス教団の奴らと何か関係があるわけじゃないよなおいおい、話が急にシリアスになりすぎじゃないかモンド人の俺はそういうのに慣れていないんだが 血筋の由来を知ったところでそれがどうしたって言うんだ俺が血筋なんかに縛られるやつに見えるかそう心配するなこれまで同様機会があれば俺は喜んでアビス教団の連中を懲らしめてやるさおっとそろそろ時間だな香料を扱っている商人と商談の約束があるんだ先に失礼するぜ ああまたなそれとダインスレイブさん今度酒場で会ったらおごってやるよただ横で人の話を聞いてるだけなんてもったいないだろふ <っ S 3> ダインはガイアのこと信用してないのか二人とも同じカンルイア人なのにまるで水と油みたいだぞ。 俺はあいつのことをまだよく知らない故に今すぐ結論を出しても意味のないことだ血筋は果たして本当に人に何の影響ももたらさないのか俺はそれに疑問を抱いているだけだ貴様の血縁者がアビス教団に王子と呼ばれているのはまさにこの継承に関係してのことだろうえっと出なきゃ。 アビス教団の王って呼ばれるべきだからか運命の食器を追うためだこの名をまだ覚えているかおモンドにいた頃オイラたちが発見したアビス教団の計画のことだろいや新しい手がかりとは言えないただずっと記憶の魔耗に抗えずにいたというのに少し前に傷を癒していたところ 偶然にもいいくつかのことを思い出してな当時貴様の血縁者と共に旅をしていた時彼から同じ言葉を聞いていたんだ「うん」ああ俺の記憶とあの言葉が結びついた時にはいささか驚いたその記憶によるとあれは当時の俺たちが共にスメールまで旅をしていた頃のことだったつまりダインはその時。 お兄さんがそれを口にした場所を調べようとしてるってことかそうだこの概念が現れたのには必ず何らかのきっかけがあったはずだ俺の記憶が正しければそれはスメールのアビディアの森のどこかだったじゃあ早速向かおうぜ数百年も埋もれてた秘密がオイラたちを持ってるかもしれないぞいや 今ははまだその時ではない違うただ俺の頼んだ酒がまだだえっと待てここは少し覚えがある。 変わったところは見当たらないけど数百年前もこんな感じだったのか、はああこの森のすべてが俺の記憶とはあまり変わりない何しろここの環境はめったに人に影響されることがないからな近くを調べよう何か手がかりがあるかもしれないこれって畑か そこの家に住んでる人が作ったのかなでも長いこと使われてないみたいだそのせいでここに何が植えられてたのか全くわからないそもそも本当に何か植えてたことがあるのかな消された焚き火があるなレンジャーが残したものかな この痕跡を見た感じ、ここで焚き火をしたのはかなり昔っぽいな。ちゃんと火を消して火事にならないよう予防したみたいだ。この辺りには価値のある手がかりはなさそうだ。残るはあの家だけか。えっと、まだ誰か住んでたりしないかお邪魔していいのかいや、そのようには見えない。 この辺りには生活をしている形跡もないしな心置きなく調べられるだろうそうなのかでじゃあまずお前が先に入れよダイユン 本当に誰もいないいなみたいだな埃が積もってるし長いこと誰も住んでないっぽいけど住みご飯を食べるのに使おうおわだここに住んでたやつは自炊をしてたんだないや気づかないか薬剤の匂いがかなり強く残っている。 おじゃあ薬を飲むためのおわかく,くんくんくんはっだダインお前かなり鼻が利くんだなの、っがあるぞ開けてみるかえっ、ー、とおお前が開けてくれ。 お,おいらは中のものに指を噛まれないか怖いからあれこれって鏡しかも割れてるこの箱ってもしかして化粧箱だったのかなちょっとがっかりだな何か大きな秘密が隠されてるのかと思ったのにこの部屋には ダインが言うほどおかしなものはないみたいだどこにでもある普通のベッドだな下には特に何もないみたいだここって暗いし湿っぽいし絶対住み心地が悪いよないったいどんなやつが住んでたんだろう 特に注意するようなところはなさそうだなダインお前の記憶違いなんじゃないか本当にこの辺なのかよ記憶にささか曖昧なところがあるとはいえ俺の潜在意識と本能がここで何かがあったとずっと囁いているまあいい果てもなく調査したところでただ精神を疲弊させるだけだそれに 今しがた外から物音が聞こえたひとまずここから出よう物音ま、まさか心配無用だ、ただの雑魚だろうやっぱり魔物だタインって鼻がクくだけじゃなくて、君もいいんだ 100の人には見えないで、うん、でもダインの標識を超えてるところはそれだけじゃないよなとりあえずこの魔物を片付けようぜご助力を 先ほどの魔物の出現も偶然ではないはずだこの近くには確かに奴らをおびき寄せる何かが存在している地脈の異常かそれだけではないようだこうするとしよう俺はここから少し離れ近くの地脈に問題がないか調べてくる時間がかかるかもしれないが貴様たちはここで待っていてくれ 何かオイラたちに隠しておきたい秘密があるとかじゃないよなくだらん邪水だ俺はただ調査の要はあくまでこの家屋の付近にあり誰かをここに残して観察する必要があると考えているだけだ何せ地脈の調査のようなレンジャーでもできることなら俺一人で十分だからなねえわかったよ 確かにその通りでもあるしなじゃあオイラたちはここでキャンプでもするかちょうどあっちに焚き火があったからおいしいものでも作ろうぜあっちこっち走ったしオイラもうおなかペコペコだぞお <laughs> お前が作る料理は相変わらず美味しいなこの料理の腕だけでおまえには一生ついていけるぜそういえばダインのやつさすがに遅くないか空が真っ暗になってもまだ帰ってこないなんて近くの地脈に問題があるとか言ってたけどまさか本当に何か大変なことが起こったわけじゃないよな ここ、はあ、には一緒に来たのに今はオイラたち二人だけかでも思い返してみると二人だけでいる時間ってもうかなり長いよなえっとその別に深い意味はないけどちょっとちょっとだけ聞いてもいいか おいらと一緒にいるのって退屈だったりしないよな。とあっリそんなはっきり言われるとオイラも照れちゃうぞだからえっ、ー、とその話してくれる気になるかわからないけどオイラお前がお兄さんと一緒に旅してた時のことを知りたいんだ。 どんな感じだったんだ星空おおああ、オイラ、お前の気持ちはずっと分かってたぞ 離れ離れになった理由すらはっきりしないなんて辛すぎるよな。オイラが必ずお前のガイドをちゃんとやり遂げてみせるからな。真相だっていつか明らかになるはずだ。よーし、今に見てろよテリー。今に見てろよテイワント。<laughs> ごめんな。辛いことを思い出させちゃって。やっぱり。 お前には笑ってて欲しいんだお前が楽しくないとオイラも悲しくなってくるからなよし、もう遅いしお前は先に休んでていいぞ今夜はオイラが先に見張っててやるお前を魔物に食べさせたりしないからなもう、そんなこと言うなってオイラだって、たまにはお前に気を使ってやろうと思っているんだ おやすみ安心してぐっすり寝てくれ。 朝だ起きろそんな寝ぼけていてどうする今日うん目尻に涙のあまさか昨日血縁者の夢でも見たのか、はい 貴様はここで休んでいろ俺は森の奥を調べてくる。 止まれ何をする気だここは君が思っているような場所ではないそして余計なまねもするなさっさと立ち取れ旅の仲間とはゆうべ君のそばで見張っていたもののことかそれなら明け方に森の方へ行くのを見たぞそれを知ってどうするとにかく。 ここは私が先に押さえた場所だ私がここで何をやろうと君には関係ない分かったらさっさと立ち去ってもらおうかどうしたなぜどこにも行かない <laughs> あぁ…呆れた仕方がない いいだろう影から君のことを観察させてもらったがレンジャーでも強霊院のものでもなさそうだしなだがいいか余計な真似はするなよこれを守れるなら好きにしていいふわ<う>かったわかったじゃあどいてもらえるか私は中に入りたいんだったくなんてやつだふん<う>勝手にするといい もともとずっとごまかせるとも思ってなかったしな。入れただ、中に入っても驚いて、騒ぐのだけはなしだ。いいな。では、行こ。う 余計なことは聞くな安心しろこの子に攻撃性はない何せその全身は幼すぎたからなとにかくこの子に手を出そうなんて考えるなもし疲れや寒さのせいで休みたかったら適当に場所を見つけるといいんまさか君がカーン・ルイヤのことを知っているとはな 一体何者だどうやって私がカーン・ルイア人だと分かった <laughs> 神を信仰しているか旅人よどうやら君もいろいろあったようだなよかろう私の名はエデ君の言う通りカーン・ルイア人だ さっきまで態度が悪かったことは謝らせてほしい。私の知る限り七神を信仰する者以外の人間はこの世からもうほとんどいなくなっているからな。そして神の信仰者は全員敵だ。とにかくカーン・ルイヤの最悪が起こってから今に至るまでこうやって君のようなものと会話ができる機会は少なかったのだ。 忌まわしい不死の呪いめこんな生活をいつまで続けなければならないというのだ不死の呪いはあの憎き神々がカーンルイヤ人に授けた贈り物だ我々は故郷を失い家族を失い全てを失った最悪がもたらした苦痛は最初から耐え難いものだったにもかかわらず 不死の呪いはさらに全ての逃げ道を奪ったこのまま自分の魂と肉体が摩耗していくのをただ眺めながら朽ち果てていくしかないのだカーン・ルイヤ人の定義は何もカーン・ルイヤの最初の血筋を引いたものだけを指しているわけではない神に背いたものが ヤを訪れればそのまま国民として受け入れられるのだそのため神から不死の呪いを受けたのは罪深い者とされた血筋の最も純粋なカーン・ルイヤ人のみそして他の魔人の血筋を持った国民たちは逃亡するさなかで荒野の呪いにより魔物となったんだ私の子供だ 死生児であり、カリベルトという <laughs> かつてあんなにも口にするのがはばかられたことを今になって、ようやく平然と言えるようになるとはな血筋の関係で、私はかつてカーンルイヤ王室の貴族だっただが私はずっと、家族に用意された生活に不満を抱いていたんだそんな時、 私は平民のとある美しい女性に出会った彼女はモンドの血筋を持つもので彼女こそが私の運命の相手だと確信したよカリベルトが生まれてからはまさに苦難の連続だったその全てが私の身勝手な行いのせいだそれに私はこの子のそばにいてあげることができなかったそして この子は私の目の前でヒルチャールになったのだ本来私があげるべきものをこの子は何も受け取ることができなかっただが今はようやくこの子のそばにいてあげられる彼女はいや彼女は私たちとはぐれてしまったんだあの時のことはあまり思い出したくない大丈夫だ 全てを手に入れた時にこそ何かを失うことで辛い思いをするものだからなそれに対しほとんど全てを失っている時は逆にまだ失っていないものに目がいくものだ私には少なくともカリベルトがいるそうだったカリベルトの様子を確認するためだけに私は戻ってきたんだった まだやるるべきことが残っているもし興味があるならついてくるといいこっちだ先ほど君は私がカリベルトをスメールまで連れてきた理由を聞いたがその理由を今教えてやろうカリベルトの必要とする薬はこのスメールでしか作れないのだ あの子の知性を取り戻す薬をなそれだけでカリベルトの呪いが解けるとは期待していない私の力では神の裁きを覆すことなど到底できないと十分理解しているからなだが噂では その薬はスメールの知恵の神の力を借りたもので埋もれてしまった知性を呼び覚ますことができるというそれはかつて精神障害を患った者の,のために使われていたそうだそれであればもしやと思ってなカーン・ルイヤ王室の大図書館だそこのとある書物に記されていたその薬は七神の力を借りる必要があるため 近所としてて管理されていたよ若い頃宮廷貴族の生活に満足できず常に刺激を求めていたからこそ私はあの本を読むことができたんだならどうしろというのだ何を頼ればいい神はすでに我々に裁きを下した今さら金畿を気にする道理なんてないだろう大丈夫だ分かってくれればいい すまない時々自分の感情を制御できなくなるんだおそらく長く生き過ぎたせいだろうこの薬を合成するには君の助けが必要だ私のこの両手は今やもう細かな作業をするのに向いていないきっとこの中身は朽ちていっているのだろう何とも煩わしい不死の呪いだ この材料を君に託す他にも、スメールで育った特産が必要だ。君は持っているだろうか。確か、名前はカルパラタハスとスメールローズだ。 それはよかったこれで材料が全部揃ったなこれは私が記録した薬の製法だこの通りに作ってくれないかこっちだ先ほど君はその理由をあの子の知性を取り戻す薬をな それだけでだがうわそれであればもしやカヌイヤ若い頃急でならど神はすでに我々に大丈夫だこの薬を私のこの両手はこの材料他にもスメールで育った特産が必要だ君は持っているだろうか確か名前はカルパラタハス できたかご苦労だったな見せてくれるかふ、うん正直に言うと私もこの薬がどんなものなのか把握していないのだ何しろあの金書には差し入れがなかったからなさてついにこの時が来たかクソいや 実はこの薬はまだ完成していないんだ最後にあることをする必要があってなこの薬は知恵の神の力を借りることで知性を呼び覚ますことができるといったのを覚えているかつまり今から七天神像へ礼拝に行かなければならないんだ 釣りを持って、早速行こう。 私はこんなものに頭を下げなければならないのか神よ私を見ろ祈りの言葉など捧げはしない心から何かを讃えるようなこともしない私の故郷はかつて貴様らに滅ぼされ同胞たちはかの最悪に散々苦しめられたそれでも私は今日ここに立っている 私を長老する資格を持つのは運命ただそれだけだ神よもはやこの血の中にある罪が私とは関係がないことを証明しようとは思わないただ幼い不幸な子に幾ばくかの慈悲を願いたいのだ我が息子カリベルト世にある美しいものを 何一つ見ないまま魔物になってしまったこれは本当に本当に幼い命がたどるべき最後ではない神々の行為が全て最初から傲慢なカーンルイヤ人の頭を下げさせるためのものだったのなら私はこの頭を下げよう これまでの人生で守り抜いた全てを捨てたほんのわずかな奇跡であろうとも願うカリベルトにこの世界を再び目にする機会を与えてほしいお願いだ神よ 無様な姿を見せてしまったな。戻ろう。はあ。 カリベルト薬は完成した早速試してみようカリベルト私だパパだカリベルトわかるかカリベルト 頼む返事をしてくれ君が生まれた時私はそばにいてやれなかった君が母親と一緒に苦しんでいた時も私は駆けつけてやることができなかっただが今君のパパはここにいる長い長い年月を パパはずーっと君のそばで過ごした一度も君から離れることなくまだ私のことを怒っているのかカリベルトもう正気を取り戻したんだろうただ私と話したくないだけなんだよなパパが悪かったカリベルト許してくれ一言でいいから何か言ってほしい頼むから どうしてだ神よ一体これ以上何をしろというのだ私のすべてを奪った貴様らに私は頭を下げたというのにこの安い命でいいのならくれてやるなのに貴様らを死ぬ権利すら与えてくれないやはり信じるべきではなかったんだ 神と少しでも関わりがあるものを信じるべきではなかった幻想など抱くべきではなかったのだこの世にいる神々は一瞬たりとも人間の味方をしたことなどない他に原因だとどういうことだそうかそういった理由も。 諦めるいや絶対に諦めるはずないだろうああ君の言う通りだ今はまだ落ち込んでいる場合ではないカリベルトとここに50年いや100年だって暮らしてもいい何しろ時間は持て余すほどあるのだからなでは出発しよう 薬をもう一つ作るんだ今すぐに薬の鍵となるのはあの一種のキノコだ少し面倒だが手に入れる方法がないわけでもないそこの畑に植えたんだん細かいことは気にしないでくれその好奇心を抑え手伝ってくれるのなら私の言うとおりにすればいい先ほど礼拝した心臓の隣に滝があるそこで 午後2時の水を汲んできてくれないか私はもう少しカリベルトの経過を観察したい君が戻ってきたらキノコの成長を促す肥料を探しに行ってこようああ時間になったら行くといい 戻ったかカリベルトの状態はかなり安定しているよ言い換えれば依然として何の効果も見られないということだがなよし水をくれ <laughs> ここでしばらく見張っていてくれるか 特にスメールのレンジャーを家に近づけさせないでくれ私の言っている意味がわかるなああすぐ戻ってくる肥料は比較的簡単に手に入るはずだからな 何があった魔物が出たのか君がいてくれて助かった私一人ではこれほどの数の魔物を相手できなかっただろうからなきっと隠れて離れていくのを待つしかなかっただろうそうだ肥料は無事に手に入ったキノコの成長を促すには少し時間がかかる急ぐとしよう 次はこのキノコを取ろう先ほどと同じ手順でもう一度薬を作るんだ。もう慣れただろう なでもないただこの畑で休んでいたらつい考え込んでしまってな長い年月を経て私は本当に疲れてしまったこのまま畑で横になって永遠に眠ってしまいたい <laughs> そうだなだから考えてみただけだ薬の作成ご苦労だったな 手順通り次は七天神像に向かおう着いたでは始めるとしよう 今のはカリベルトじゃないかまずいさっき薬を作っている時にカリベルトが外に出たのに気づかなかったようだ急いで追いかけるぞ カリベルトではないようだなああカリベルトの腕にあるスカーフはかつて私があの子の母親に送ったものなんだ今では目印として私がそれを使っている私の目もいよいよなのかもしれないな自分の息子さえも見分けがつかなくなりつつあるとはこの体はもう確かに 私たちにまるで興味がなく堅くなにあっちの方へ向かっていたこの先に何かあるのかああヒルチャールに関する情報なら多ければ多いほどいい。 先ほどのヒルチャールはここに入ったようだなよしなんと不気味なところだこんな場所前からあっただろうか 今までずっとここに気づかなかったとはんヒルチャールたちがひれ伏して何かをあがめているようだな歩いてひざまずき何とも経験そうだこんな光景見たことない一体この場所に何が隠されているというんだそれを知るには ここを探ってみるしかなさそうだな。 しているんだろう 風と共にされ もしかして今天井に立ってるの部屋がひっくり返ったのかなそれとも重力の影響 する場所を探す必要があるみたい。 お前人間よナンジラはこの地で運命の探求を許可されておらぬほうナンジラはそれでも謁見を必要に望むかいいだろうならばナンジラに運命の試練を授けよう 安心を。 素敵な生命体だ称賛に値するあの身に漂う計り知れないオーラ危険に満ちながらも優雅であり力を感じる姿この上なく魅力的な存在であったよくあのような存在を任すことができたものだ君の実力は少しばかり私の想像を超えているのかもしれない 先に進むとしようますます好奇心がかきたてられ興奮が抑えられなくなってきた。 ここが終点のようだな 生命、なぜ秀夫さん、恐怖と知か、それとも力を欲しするか。生命、なぜ秀夫さん、私は神ではない、私はただの罪人だという。 財宝から生まれたまだ無垢な花よこの私には君の運命が目に見えているその開墾を一切抑える必要はないあらゆる距離を容認する必要もない超越せし存在となる授かりし運命の一切を超えてみせる。 私は時の終点で涙をこもすが君のべてを振り返る。 が一斉に静まったそれから畏敬の念をいやあれは幸福感だったのああ今はかなり気分がいいむしろここに入ってきた時よりもずっと良くなっているおかうそうなのかわかったまずは君の言う通りにしよう ハリベルト…よかったここは変わりないようだ私はうすうす感じているのだよ。 先ほどのあの出来事はある種の運命の定めなのではないかと私が心臓を礼拝したくないと強く思っていた時にあのようなことが起こったのだあれはまるで導きのように感じた君の話によると私はどうやらあれの前でひれ伏したのだったなもしかするとあの行為が 薬に同じ効果をもたらしているのではないだろうか君が何を言おうと私は試してみたい。それに君も前に言っていただろう。すべての可能性を確かめるべきだとカリベルト。うん <laughs> はあカリベルトなんということだこれは嘘ではなく現実なのかまさに奇跡だ愛しいカリベルトよ見たか効果があったぞカリベルトがまた喋れるようになったママはママはいいか カリベルトまずは私の目を見てくれ私が誰だかわかるなうんパパでしょ <laughs> 救われたこれが救われたという感覚かカリベルト今はどんな感じだ意識ははっきりしているかうん長い間 眠ってたような気がする夢の中で小さな部屋に隠れてたでもずっとそこから出る勇気がなくて出たいとも思わなかった僕え僕の体僕の体どうしたの これが…僕ねえパパ何が起こったの <laughs> いいか落ち着くんだ息子よこれはただただ君が眠りについた時に童話の世界に入り込んでしまっただけなんだ私と一緒になこの世界にはもうカーン・ルイヤも私たちの家もない それからあの赤い空も世界の滅亡を描いたような最悪もなくなっている君はその小さな怪獣の姿でパパと永遠に暮らすことができるんだ僕は死んだのそんなことはない何を言っているんだカリベルトほーら君の腕にはママのスカーフが巻いてあるだろママも。 君をを祝福し加護を与えている死んでいるわけがないそうなんだそうだとも目が覚めたばかりだからまだ混乱しているのかもしれないここでゆっくり休むんだ全てうまくいくああそうだこのことをしっかり胸に刻んでおきなさい何があろうとその仮面を外してはならないと 覚えたかい仮面は外してはいけないからねうんパパ僕覚えたよあの日以降今日ほど喜んだことはないこのようなことが実現するとはフン <laughs> 七神が当てにならないことなど知っていた まさか七天神像まで拝んでしまうとはまさに一生の恥加害者そう奴らはいつまでも加害者なんだあいつらに救いを求めるなど私の考えがどこまでも甘かったそれに比べ私たちが洞窟で出会った名も知れぬ神こそ孫をことなき偉大な神 七神なんかとはまるで格が違うあの神秘的な力なんと魅力であったかこれも私が経験な心で崇めたおかげだそうだろうああそうだ神に祈って願いが叶ったのならがんほどきというものをやるべきだろうか神へ祈る時の作法は あまり心得ていなくてなただ今回は必ずがんほどきを行う必要があるように感じるのだ罪人だとまったく何をほざいているあの神の何を知っているのだなぜそのような冒涜的なことを言うあの神の力君も見たはずだ七神があれほどの奇跡をもたらすことができるか あの方は、七神よりも高位な神なのだろう。それを罪人というなど、ゴンゴ道断まあよい。君がどう考えていようと、私の経験な心に影響を及ぼすことはない。今すぐにでもガンほどきに行かねば。君はついてこなくとも結構だ。 リエひれ伏していたヒルチャールもいなくなっている前に見たのは全て幻覚だったというのか確かにあれが幻覚のはずないあの偉大で神秘的な力はまだ私の頭の中でこの体の中で響いている幻覚でも偶然でもなくましてや夢でもない あれは確かに存在する神秘だった。行こう、旅人。あれが消失したのには必ず意味があるはずだ。いつの日か再びこの目にする機会があると私は信じている。神ではなく罪人か。 どういうことだカリベルトはどこにいった嘘だカリベルトまさか誰かがここに来たのかいやドアは破壊されていないし周りに誰かがいた痕跡もないまずいカリベルトの今の姿でレンジャーや冒険者に遭遇したら待て 誰かが物を動かした形跡があるまさか <laughs> <laughs> 鏡が割れている <laughs> おそらく。 あの子は仮面を外したんだろう仮面の下に隠されていた自分の顔を見てしまったんだなんということだ親の教えを守らないとは急いであの子を追うぞ カーフだ私が巻いてあげたスカーフが落ちているぞどうやらこの先のようだ急ごうカリベルトカリベルトどこにいる だまずいそこの人見ない顔ねここで一体何をしているの貴様らヒルチャールを見なかったかこっちにヒルチャールが来たはずだ先に私の質問に答えてもらいましょうか面倒ごとに発展させたくなければねこちらが聞いているのだヒルチャールを見なかったかあなた 一体どうしたのよそこまでムキになることないじゃないヒルチャールなんてどこにでもいるでしょう。もちろん見たわよああついさっきあっちで何体か倒したぞぼーっとしてたやつをな貴様ら…貴様らー己レンジャー己七神の旅めカリベルトの死をその命で償ら あなた外国人がそんな暴言を吐いて私たちレンジャーを挑発してるのレンジャーめよくも貴様ら全く意味がわからないヒルチャールを数体片付けただけでそうも起こる必要ないだろうなんて理不尽なんだ 貴様らあの子は知性を取り戻したばかりだというのにどうしてこんな目にレンジャーよ本当に本当に少しも加減しなかったのか見かけたヒルチャールを全て倒したとそうだよわけのわからないやつだなまあしいて言うなら俺がチームを離れてその用を足してた時 たまたま出くわしたヒルチャールがいて最初は俺も身構えたんだがそいつには特に敵意がなかったただボーっとしててあっちのほうに行ったからほっといてやったよそうだなよかった本当によかった急ぐぞあの子を探しに行こうちょっとこのまま何もなしに行くの まったく身勝手な人たちね。<music> カリベルトカリベルト止まってくれ私だパパだもし何か見ていたとしてもそれはそれはすべて幻覚でどれも嘘っぱちだパパが言っただろうここは童話の世界だと本当のことではないほら私のところに来るんだ一緒に戻ろう カリベルトどういうことだあの子は知性を取り戻したというのに私の話を理解できているはずだろうさあカリベルト一緒にお家に帰ろう一緒に帰ってくれるな パパこんなのあんまりだよ違うすべて私のせいだこうなるともっと早く知っていれば何もかもが残酷すぎるよパパ<タッ>はっ 間違いないなそういうことかやっと理解したぞおや目が覚めたか旅人ちょうどあなたとこの喜びを分かち合おうと思っていたところだ いや、違う。旅人という名で呼ぶ必要はなかったな。私は、とっくにあなたのあ何 <laughs>、あなたのことはもともと知っていたのだ。ただ話をしながら、少しずつその事実確認をしていったまで。それは至って普通のことだ。あなたのように高貴なお方が、 私たち全員を知っているはずもないそれに最初私は偽名を使ったエデとはかつての私の従者の名でなそう私の本当の名はコロタールコロタール・アルベリヒだあなたも見ただろうあの力を カリベルトが身にまとった力はあなたの言う罪人の力にそっくりであったそして今私は確信したあの力こそアビスなのだなようやく目にできたあなたには関係ない罪人 罪人だ罪人のみが罪人を救済できるカリベルトの運命はこうなるはずではなかっただが今は実に良いあの子は自分の運命を織り直す機会を手に入れたのだからなその極限の悲しみから生まれてあの子は 運命の食器になるのだ <laughs> 危険で不吉まさかあなたの口からそんな言葉が聞けるとはなアビスを否定するなど実に滑稽だ我々はかつて信じていた あなたがカーン・ルイヤに力と希望をもたらすことをなぜならあなたはアビスそのものを代表している想像を超え理解を超えた神秘の象徴なのだからそしてカーン・ルイヤがアビスを掌握すれば全てを掌握できる我々はかつて そのような未来に憧れあなたのことを見つめていたしかしあなたは果たして我々に何をもたらしただろうかカーン・ルイアの王子様は今私のことなんて呼んだの あっ。<laughs> と。 気を失っている間何があった俺が付近の地脈を調べたところアビスの力の影響により乱れがずっと生じていたようだ地脈にはこの世の情報と記憶が流れているもしや貴様何かを見たのかコロタール・アルベリヒのことか奴はアビス教団を創立した後アビスへの信仰から様々なことをなした だが不死の呪いは最後までヤツの肉体と精神を蝕んだヤツの信仰するアビスが救済を与えることもなかったそして100年後ヤツは完全に正気を失うと姿をくらましたそれ以降ヤツは二度と姿を見せていないしかし確かにヤツはその手で数々の厄介事を残していった 例えば貴様たちが目にしたあのけがれた逆さ人造も奴が当時アビスの力を利用して作った未知の産物だそう言っていいだろうでなければ彼がアビス教団の王子になっているはずがない飛び人大丈夫かその顔いたい何があったんだ <laughs> 貴様の視点から数百年前の彼の記憶を見るとは実に奇妙なことだやはり運命の食器という概念はあの時代に生まれたものだったかしかもコロタールの息子であるカリベルトの当時の状態がそれに関係していた可能性が高いようだただこの話を貴様の血縁者から聞いたことは一度もないつまりその頃から 彼はすでにこの道を歩むことを決意していたというわけかああ,あいつもきっと長いこと一人で考えていたんだろういわばこのことが全ての始まりといっても過言ではないのかもしれない何だ畑急にそんなこと気にしてどうしたんだよ ここにかならば掘り返してみるとしようう,う本当んに怖かったぞお前らも,もう埋め直したか男と女の遺骨が一人ずつ同じ場所に埋められていると気になるのは男の遺骨の埋葬された時期が明らかに女よりも遅い点だ。 そして男の手にはスカーフが一つ握られていたこれは何を意味している貴様はなぜこの下に遺骨があると知っていた何だとありえんこんなことコロタール・アルベリヒが最終的に不死の呪いを解かない限り考えられないことだ <laughs> あらゆる情報が錯綜している 整理するには時間が必要だろうそれにもう一度俺の記憶から何か見つけられないか骨を折る必要があるなここで別れるとしようえまたどっか行っちゃうのかオイラたちと一緒にいてもいいんだぞしばらくは別行動をした方がいいなぜなら奴がもう貴様のことを見たかもしれん はああ奴の正体は大方予想できているこれもまた手がかりをつなぐことで確認しなければならないことの一つだ気が熟したら次に会う時に貴様に教えようところでその奴が旅人のことを見たかもしれないって言ったけどどうやって見たんだよもしあいつならそういったことはおそらく つを制限する要素にならないはずだそいつって言いったいなもんなんださ話はここまでにしよう貴様の心には休息が必要なはずだまたいずれ会おうダインのやつまた言っちゃったなこれでまたオイラたち二人だけになっちゃったぞあどうかしたか Yeah! <sighs>